皆さんこんにちは、ダイワイカメタルの岩木です。ダイワフィールドテスターの澄澤圭司です。今回はですね、三重県錦漁港こちらにお邪魔して、今好調のスルメイカ、はい、これをちょっと狙ってみたいと思います。圭司も、2,3 日前になんか、はい、このスルメイカ来てたらしいけど、そうですね、はい、どんな状況？まあ、結構その当たり出す時間っていうのは遅いんですけど、当たり出すともうババババっていうこうちょっと数が半端なくダブルダブルダブルとかいいね、結構多いんで、いやじゃもういいよっていうぐらいちょっと当たりを楽しんでみたいなと思います。はいはい、でまあ今回はですね、新しく出ましたダイワエメラルダスエアシリーズ、これのイカメタルシリーズですね、これを駆使してね、スルメイカ攻略したいと思いますんで、今日はよろしくお願いします。お願いします。よっしゃ、来た。メリハリをつけるようなアクションですね、今回は。なるね、さお。気持ちいい。やりました。はい、それじゃあね、ポイント到着して、でもう集魚灯も焚いて、いよいよこうベイトも集まりだして、これから本番迎えると思うんだけど、ケージは、はい、とりあえずタックルはどういった？はい、僕は6号の L から始まる。マルチなやつ。はい、マルチで、はい、オバマリグ、オバマリグでちょっとやってみたいと思います。で僕はいつものスタイルですね、賭けのスタイルでやってみたいので、1個でちょっとスルメといえばこう夜行ということで、はい、ちょっとグローのきついスプレー使って、ちょっとやってみたいと思います。三重のスルメイカ狙いというのは大体どうやってアクションしてるの？僕は結構ワンピッチのストップですね。おで、あんまりステイ長くしても当たりはあるんですけど乗らないっていうことが結構多くて、でもう僕はステイも5秒か6秒ぐらい、反射的にも止めた瞬間とかが多いんですけど。あ、なるほど、はい。触った。お、35だ。結構上ですね。やっぱスルメはああやって1回触った後ってもうなかなか2回目がないから、なかなか手強い。最初のあたりパッと拾っていかないとダメだ。そうです ね。あれなかなかかからないのは難しいですよね。結構スルメってこうしゃくってる途中にも乗ったりとかしますもんね。そうそう、要はしゃくりと合わせが一緒になっとんのよ。あ、ワンピッチでこう上がってくだろう、はいはい、一瞬触った瞬間に次のしゃくりが入るもんだから刺さる。そういうことか。だからオバマリグもエギみたいなふわふわじゃなくて、はい、どっから触ってもきっちりかかるように吸っての方がええんや。あー、なるほど、うん、あっ、来た来た。おー、46、はい、気持ちいい。しなるね、竿。気持ちいい。止めてる時に乗ったの？しゃくってる時に。しゃくって止めた瞬間でしたね。本当？はい。よし、ちょっと意識してやってみよう。おイエーイ、開始早々ヒットしました。気持ちいい。だいたい 50m ぐらいからこうしゃくり上げてきて、 4,5 回しゃくって止めたタイミングでもうクッてこう乗ってくれた感じでしたね。これ今スルメ狙ってるけど、これやっぱ赤イカとかも釣れたりすんの？赤イカもそうですね、ぼちぼち、まあ数は結構全体的に少ないですけど。まだそんなって感じじゃないけど、結構上の方では赤イカが。あ、上？上の方ですね、はい。おー、引っ張50 50m。 意外とずっと当たってたんですね。でも竿の曲がりから察するに赤イカの可能性もありだね。ありますね。あ、本当に赤イカ。やったー。言った通りじゃん。やったー。
来ました、赤いか。よかった。やっぱり赤いかは何回も当たるんだね。そうですね、結構ツン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 来てて、乗らんな乗らんなってネチ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 やってたら最後に乗ってくれました。バッチリ28で触ったな。なんでかけらんねえの。乗せられないっていう、本気にさせられないっていう。これタックルの差出るね、セッティングの差が。あっしゃー、ほんとにそうか。おお、舐めた。44ですね。44。ゲージでもタックル軽くていいだろ。はい、めっちゃ使いやすいですね。軽いしで当たりも結構取りやすいです。おお、すげえ、シンキングのドロッパーの方じゃん。来ました。今回も結構深い棚で、で、ふわ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 誘ってて、でメリハリをつけるようなアクションですね、今回は。で、乗ってくれました。ちょっとタックル変えます。乗せ調子の竿でちょっと真似てみよう。どっちもハイアピールなやつね、ちょっと釣ってみたいと思います。ケージみたいに、まあなんていうんですかね、柔らかくこう誘ってきてピタッと止めてるって、その時に当たりが出てるみたいなんで、ちょっと5にいらずんばじゃないですけど、仕掛け変えてちょっと真似してみようと思います。さあ、これで功を奏すかどうかだよね。頑張ります。頑張りましょう。まだやっぱあちこち魚入ってるみたいだから、なんかちょっと広く釣んないと。触ったな、露骨だよな。バリってきたよ今。はい、また触った。お願い。だ。もう桶に召さないんだよな。俺今当たったやつはなんかドロッパー触ったような雰囲気やったけどな。よっしゃ、来たー。ほら、来た来た。浅いですか。 15m とかにしててさ、はいはい、やっぱこの引きがたまらんね。よし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 、せーの、墨を吐かして、よいしょ、よっしゃ、ほら来た。タックル変えてね、ちょっとケージの真似してみました。うれしい。よっしゃー。おやっぱり棚浅いな。おー、でもうわー、でも本当に引くな。おー、ナイスサイズだ。おー、ナイスサイズだ。せーの、よいしょ。うわー、やーりー。いや、なんかだいぶ浮いてきましたよね。これは浅場で手返しよくやれば数出るかもしれない。うわっ、うわっ、いやー、美味しそうだな。やりました。はい、今回使用させていただくタックルなんですけれども、ダイワのエメラルダスエアイカメタルシリーズ。こちらね、数あるダイワのロッドの中でも軽さとシャープさっていうのをですね、とことん突き詰めたモデルとなっております。またアイテムをですね、厳選、重り具を含めた、重り具の3アイテムを含めた計6アイテムと、非常に分かりやすい充実したラインナップとなっておりますので、こちら、でですね、今シーズンのイカメタルシーズン楽しんでみてはいかがでしょうか。ちょっとドロッパーのサイズを大きくしました。 2.5 のドロッパーに変えてみます。しゃー、お、来た。21。ちょっと合わせようかな。狙い通りですね。狙い通り。ドロッパーのサイズを上げてすぐでした。やっぱちょっとこうスルメイカって大きい方がいいのかなって僕はちょっと思ったりするんですけど、これでちょっと超過伸ばしたいと思います。ちょっとまあご覧のようにちょっと風も出てきてるよっていうところで、さっきね、ケージが
キャスティングしてね、横のこうスライドというか横の動き入れてる時に割と高反応だったんで、ちょっと重り具に変えます。これ大体剣先なんかでも大イカ狙いを使ったりするんですけど、3号の演技をねちょっと使ってやってみたいと思います。で、重りはどうしよう、浅いとこ釣りたいから極力軽め20号でこのセッティングでちょっとやってみます。まず軽くキャストしておいて、で15メーターぐらい沈めるんですよね。一色ちょっとですね、ちょっとしゃくって誘い入れて、でこのまま待ってると深くなっていっちゃうんで、またちょっと早いピッチでしゃくって、だからこう重りがこうしゃくっといてスライド、しゃくっといてスライドを繰り返して15メートルの線をこう釣ってくるみたいな。本当に触らんな、ケイジ。本当に触らんす。本当に触らんやん。やばいっす。他の船も全然ダメみたいっすよ、今日は。あ、本当。なんか変わってるとしたら、一昨日の試験なのかね。そうですね、昨日、今日と。前回の試験跡は良かったんですよ。あ、本当。今回はダメですね。おお。試験跡でも良かったり悪かったりなんだね。そうですね。もう引き出し、おおよそ全部開けたよ、俺。マジで。もうあとはエギの力借りるしかねえ。よっしゃ、おー来た、気持ちいいね。ちょっと風が強くなってきたんで、あんまり無駄な動きさせたくないんで、動いてた方がいいんだけど無駄な動きさせたくないって言うんで、ちょっと重り具に変えてね、リーダーがこうやって波の分揺れっていうのを、余分な揺れっていうのをスポイルしてくれるんで、ちょっと横の動きも入れて狙ってみたら、おー思った通りだ。いや、これはこれで嬉しいんだよね。はい、やったー。ケージのやってることがヒントになったよ。あー、よかったです。なんかスライドするとやっぱ途端に触るんですよね。いやー、気持ちいい一杯だな。はい、今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、でも久しぶりにね、三重のそのスルメイカの強烈な引き、はい、味わって楽しかったですよ。楽しかったです ね、はい、サイズも良かったんで。あ、そう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 、はい、でその誘い方とかタックルとかがパチッとはまった時、はい、その時にね再現性のある釣れ方するんで、はい、なかなかやっぱりゲーム性が高くて奥が深いななんて思っちゃいました。そうですね、今日は結構テクニカルな、そうそうそう、はい、釣りも展開できたんじゃないかなと。で、船長これからなんていうんですかね、年がら年中このスルメ自体は狙えると思うんですけど、これから大体どんな状況になってくるんですかね。そうですね、まあ、これからまあ暖かいシーズン入ってくると、まあ、赤いか等が結構強くくるんで、またより楽しくなると思います。いや、じゃあそれはもう本当楽しみですね。楽しみですね。いや、でも今日は本当にどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。